ブロ今日も始まるよ。サンキューファイヤー楽しんでーす。ということで本日のゲストは藤田拓海さんでーす。よろしくお願いします。今ここにね、触手が出てるテロップっていうのが僕はラジオで出会ったっていうのが、はい、まあいろいろね、司会やられたりとかフジロックであったりとかもしてるんで、なってますね。フジロック何年も行ってますよ。同じ音楽番組やってますね。お世話になってますし、私この YouTube やってて、まあいろんな人とこの対談したりとか、はい、インタビューしたりするような機会が最近増えてきて、はい、でどうもちょっと困ってるんですよまあご存知の通り僕喋り全然上手くないじゃないですか。だから今日は、はい、僕みたいなもう喋りが下手な人のために、はい、喋りのちょっとヒントというかそういうのちょっと教えてもらうっていうそういう企画をちょっとね今日は僕からお願いしたんですけど。わかりました。で、はい、でもこの喋ることって、もう誰でもやってることじゃないですか。もう普段これを見てる人でもね、やってますもんね。そうなんですよ、だから多分今日のこの動画はいろんな人のヒントになるとは思うんですよ。思います、はい、まずその下手って僕自分で思っちゃってるんですけど、 そこについて、はい、なんかちょっと掘っていきたいなっていうことなんですけど、これね、下手はないんです。どういうことですか下手ですよここにいますよ。下手はないの。下手はない。ここはね、とても美味しいドリンクと食べ物があるお店です、じゃあ食べ物屋さんをやりたいと思ったら料理研究するじゃん。少しは喋る技術みんな下手っていう割に練習しない。練習したらもちろんやっぱ上手になるし。なります。でその伸びしろが人によるんじゃないですか。喋るって、はい、もう赤ちゃんの時からね自然とやってて自然とできてるから なかなかその改めて練習するってことがないってことですよね、はい。で細かく地道になんか文章を読んで練習っていうことも、まあ、できなくはないけど、心がけるだけでも明日から変わると思う。もうだからすぐに今日はすぐに使える。もう今日帰る時にはもう変わってると思うマジで。すぐやりましょう。シャカル今やろう。シャカルすぐやろう。そうそうそう。じゃあまず最初にやっぱり起承転結って大事じゃないですか。大きなオチはいらないけど、話す順番はしっかりしといた方が伝わりやすいよね。一番喋りたいこと、それを裏付けるなんかこうデータで、最終的にもう一回言いたいことを言って締めるみたいな、まあ、作文に似てるよね。なるほどね。でそれをみんなね実は組み立てないで喋り始めちゃうから、とっちらかる。どうしても簡単に身につかなかったらもう箇条書きにしてみればいいです。でそれができるようになったら頭の中に書いていけばいい。もう癖になって癖になってます。ここにいるんだ、はい。最終的に俺ロングインタビュー脳台本で全部やってました。ブラフマンの敏郎さんも、ハイスタのケンさんも、バンプの藤君もロングインタビュー撮った時は、ほぼ台本ないです。セッションだ。セッションです。でもセッションって、ルートだけ決めたりするじゃないですか。キーはこれね、C をベースにしてやりましょうっていうと、もう好きなだけいろんなとこ行って戻ってきたりするじゃないですか。はい、それは箇条書きにするか、もう頭の中に絶対入れておいて、これだけは聞く。で、どうしてもとっちらかる場合は、もう喋りたいこと1個決めとく。最初と最後に絶対それ言う、あとは自由。そこから始めてみたらどうですか。俺これについて喋りたいんですよ匠さんって言ってから、ああでもないこうでもないいっぱい言って、最終的に僕これが言いたいんですよって言っとけば、なんとかこうサンドイッチできんじゃない。そうするとなんか言った感じになる。なるほど、はい。人によっては相性悪いなって時にどんどん話がこうすぼんできちゃうんですよね、はい。そうなるとなんか相手にもすごい申し訳ないなと思うし、自分が興味ないのに話を広げたい、めちゃくちゃ困る。よくあるよくある。俺あんまり素養がないんでそういうことしかないんですよ。自分もそれについて詳しいとか情報や知識がある場合、ホラー映画の話になった時に自分も好きだだったら監督の話もできたりとか、もう具体的な作品の話になったりとかってできますよね。できる。共通の話題ががっちりある場合、ホラー映画っていうのがどんなものか知ってる、あまり見ない、苦手だ、あ俺そうか、はい、その時にでもホラー映画は知ってるでしょ。ホラー映画どういうものかは知ってるよね。だから知らないなりに、じゃあホラー映画が好きですって言うならシンプルに良さを教えてもらえばいいって話になりました、もう自分を設定しちゃうわけ、僕は苦手ですと、立場が違います、でも教えてくださいというのがある意味質問力、自分が知らない興味がないで終わってふーんなるんだけど、いや教えてください、俺を今度ホラー映画が見たくなるような人間に変えてください。あ、なるほど、
したらもうどんどん引き出ますよね。そう、どこがいいんですか、やっぱ怖いんです、でも実は怖い中にもうテーマがあってみたいな、愛があるんです、愛があってこそあんな猟奇的になってしまうんですみたいなことを言うと、おお、そういうとこなんですね、ホラーって怖いだけじゃないんですねみたいな話。いや面白い、まあ、立場を自分で決めちゃうっていうのがいいですね。あ、それめちゃくちゃ分かりやすい。あと質問力にも2つあって、あ、はいはい、イエスノークエスチョンじゃなくて、これ 5W1H ってみんな分かるかな、要するにイエスノーで答えられない質問をしないといけないかもね。ビールは好きですかって言われたら、はい、いいえしかないじゃない、はい、うん、でもどんなビールが好きですか、どのぐらいビールが好きですか、何のビールが好きですか、なぜですか、いつ飲みますっていうふうに質問すると、もうちょっとその先の答えがどん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 広がっていく。古川さんのね、この動画の収録なんですけど、もうひたすらこの松田優作さんの話で、俺その場にいたのよ。あ、いましたね、あの現場にいて、うん、これをやろうと思ったあれは俺松田優作もちろん世代的にドンピシャ、うん、でもそんなに見てない、うんうん、だからちょっと分かったの。なるほどね。匠さんだったらどうしてたんですか、うん、少し失礼に聞こえるかもしれないけど、どこがいいんですか、なんでそんなに人生狂わされるほど好きなんですかっていうふうにやっぱり質問できるか。でそれって知らなくても質問できるでしょ。できるできる俺うまいからなったわけじゃないの、ね、どういうの、とにかくダメ出しされ続けた。だからイエスノークエスチョンじゃなくて 5W1H ってのも実は教わったんですよ。実践してみたら、あ、なるほどね。すごい基本的なことなんですね。でもね、よくよく聞いてみると、はい、でも意識するだけでやっぱ全然違うんですよ。最後に1個聞きたいのが、はい、締め、どうやって締めたらいいんだろう、この会話の流れでみたいなことが本当に多くて、うん、なんかこの前敏郎さんと話も8時間ぐらい収録してマジか、まあ、みたいなことがあって、でもやっぱそのなんかスムーズにやっぱ締められたらいいなと思うんですけど、ヒントがあれば。テレビとか見てても今日のまとめみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、まとめなんですよ、うん、テーマの最低時って僕は言ってるんですけど、はい、一つでもいいし全体のテーマを言ってもいいし、例えば今日だったら、これで喋りが上手くなるといいですねみたいなね。なるほどね。今日こんなこと喋ったよのまとめを一言でドンってやって、ありがとうございました。か、いや今日いろいろお話を伺ったんですけど、一個もう絶対これだけやって今日帰りたいと思いますみたいなことをやって、あ、いろいろ学んだ中で一番印象に残ったのはこれだよって言って、ありがとうございました。感想でもいいですか、今日すごい。あ、それ感想の中の一つです。だから感想です。締めてくださいって言うとなんかハードルが上がっちゃってるんですよね。あ、なるほどね。だからかもしれない、うまいこと言わなきゃいけないんじゃないかみたいなそう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 、あ、なるほど、そういうプレッシャーがあるのかもしれないですね、もしかしたら。でも全然そんなプレッシャーに感じなくてもいいんだよってことかもしれないですね。うん、でもやっぱり持ち玉みたいのを持っとくべきですね、うん、いかなる時も。それはそう。で使わなくていい、ね、僕らは 120% の準備をして 80% で仕上がるっていうのが生放送だって言われて、もし喋りで、そうですね、まあ、悩んでる方っていうかもっと楽しくね、人とおしゃべりしたいとか学びたいって人は、たくみさんのホームページ連絡ください。めちゃめちゃ優しい、ね、さらっと話してくださいって言ったつもりがめちゃくちゃ分厚く喋りました、ね、めちゃくちゃ有料系の内容になっちゃった。いいんです、いいんです。たくみさん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。タナブロはタナシンが音楽にまつわる今純粋に興味があることを伝え、心豊かに生きるヒントを1ミリでも伝えていくチャンネルです。コメントで感想などご意見いただければ嬉しいです。登録して次の動画もお待ちください。